どうも、ジャルジカーノです。今日はスポーツオーソリティ幕張新都心店の2023年上期クーラーボックスのベスト10やります。盛り上がってます。ということで、何が売れてるのかっていうところをやっていきたいと思います。第10位からこちらです。嘘。第10位はアルパインのソフトクーラーバッグの M サイズになっております。ファミリーでマックスで使うのはちょっとあれなんですけど、飲み物とか入れるのちょうどいいサイズ感のものが、第10位にランクインしております。じゃあ第9位こちらです。第9位が、ロッキシーのアウトドアバッグ、これですね。これのちょっと色違うものなんですけど、まあいわゆる本当もう一般的なソフトクーラーなんですけど、まあ、ロキシーのこの柄とかがしっかり入ってきているので、で、まあ、この内側銀色のコーティングがちゃんとされてますよっていうところ、まあ、ちょっとペラペラなので、まああのまあ、ロキシーってメーカー自体がね、結構あの、海とかそういうレジャーに向けて作ってる商品が多いので、1泊2日のキャンプというよりは、まあ、ちょっと海に、コンビニから買い物して持っていこうみたいなユースにはすごく向いてるのかなと思います。こちらが第9位です。続きまして第8位は、こっちに歩き始めたことを後悔しました。そこで見つけたんです。こちらタラスブルバの TB クーラーボックス42リットル、文字通り42リッターのクーラーボックスなんですけど、空気抜きの穴がついてたりとか、まあ、しっかり締めやすい機構になったりするんですけども、これなんででもここの分厚さめちゃくちゃ分厚いです。なので、まあ、いわゆるハイスペッククーラー言われるようなものになるんですけど、これちょっとまあ今、お安くなってまして、ハイスペッククーラーの中では手の取りやすい価格になってるんじゃないかなっていうところで、こちらが、第8位になっております。こちら第7位がじゃじゃんと、コールマンスチールベルトクーラーのバターナッツカラー。何回もランキングとか、いろんな商品説明でも説明させていただいてるんですけれども、まあ、コールマンのクラシックなね、1960年くらいかなに作られたモデルっていうのをそのまま踏襲しているものになっていて、まあ、このキャップのところこういう機構がついてたりとか、中が白のタイプですね。でこれがまあスチール製で、まあ、あの豊川の動画でもね、まあ、こういう系のやつをいろいろ調べてみて、比べてみたりとかしたんですけど、まあ、すごく趣のある形でいいクーラーボックスで、そうこれがランクインしております。第6位もね、これない気がするわ。じゃあ第6位がアルパインデザインのコールドクーラーバッグの L サイズになってます。じゃあこちらが、折りたたみができるソフトクーラーとハードクーラーのちょっと間くらいの硬さのクーラーボックスなんですけれども、まあ、これ、ちょっと画像でお伝えすると、ここのね蓋の上のところにカンカンを置けるぐらいくぼみがあったりとか、そういうところで本当にもソフトクーラーでありながらハード的な使い方もできますよというところでおすすめの商品になっております。はい、じゃん。こちらが第5位、タラスブルバのスチールクーラーボックス M サイズで、これ M サイズなんですけど、ちょっと分かりやすいようにこの L サイズの上に置こうと思うんですけど、まあ、この L サイズっていうのがさっき登場したスチールベルトと同じサイズ、51リッターのモデルになるんですけど、この M サイズは、29リッターのものになってて、まあ、このこういうスチール製のクーラー欲しいけどもうちょっとちっちゃめがいいんだよねって方に、まあ、すごく好評なクーラーボックスです。このくらいです。はい、というところで、まあ、やっぱりあのスチール系のクーラー欲しいけど51リッターはちょっといらないっていう方に向けて、登場したこのクーラーで、コールマンにもないですしチャムスにもないかなと思いますので、まあ、このタラスブルバならではのサイズ感っていうのが、第5位にランクインしております。4位、第4位はこちらです。こちらエクストリームホイールクーラーの50クオート、こちらが、まあ、あのこの色のタイプの、クーラーボックス、まあ、コールマンのハードクーラーの中で一番エホレ力が高いモデルになるんですけど、そちらの50クオート47リッターの、ホイールがついているタイプになっております。で、まあ、これ中開けていくと、まあ、こういう形ですね。ここに車輪のところがあって、まあ、ドレインがここのお尻のところについてますよっていうふうになっております。で、とっても普通に引っ張っても開かないようになってて、ボタンをしっかり押して調整もできるようになっております。
まあ、結構しっかりと下とってもついてるので、まあ50クォート47リッターのクーラーボックスなんでそれなりに重いものを入れていくと思うんですけれども、まあ、しっかりと下取っ手がついてますよっていうのが特徴のものになってます。なのでどうしてもね重いもの、いっぱい氷入れたりとか、まあ、少年団とかね言うとサッカー少年団野球の少年団とかは飲み物いっぱいパンパンに入れていってしまうと普通に持ち上げができなかったりすると思うのでそういった方に向けてもすごくおすすめができるものかなと思ってこちらが第4位にランクインしております。この辺とかなんか去年のランキングに登場した記憶がない頻繁なので需要がちょっと変わってきたのかなと思ってます。ここからじゃあ第3位はじゃんとこちらスチールベルトクーラーステンレスです。こちらが、色違いというよりは素材がステンレス、さっきまでのやつはスチール、まあ、鉄だったんですけど、まあ、ステンレスもね鉄じゃんって言われたらそこまでなんですけど一応まあステンレススチールを使っているモデルになっております。なので錆びないわけじゃないですけど錆びづらかったりで高度もちょっとこちらの方が高かったりとかいうところになってます。でこれが去年かな一昨年かなにモデルチェンジして、まあ、デカールが変わってたりとかあと今までステンレスのモデルだとこの栓抜きってついてなかったりしたんですけど栓抜きもついたりとかで中が黒になってます。まあ結構このステンレスモデルを、ステッカーカスタムしたりして使ってる方も多数いらっしゃるのかなっていうところになりますので、まあ、なんとなくこの スチールベルトクーラーといえばこのカラーだよねって思い浮かべる方も多いんじゃないかなと思ってます。こちらが第3位にランクインしております。第2位はこちらでございます。第2位はこちらイグルーのネスティングクーラー11リットル。なんとこのクーラーボックススポーツオーソリティオリジナルのカラーでございます。カラーなのか形なのか忘れたんですけどとにかく牛でしか買えませんというところの、まあ、11リットル12クォートのモデルになってます。で、まあ、缶だと18個入りますよっていうサイズ感ですね。おいよちょっと待って開かなかった。そしてなんか入ってる重さやっぱり、もう本当これ僕が撮るのをね測ったかのように XL サイズがぴったり入ります。多分これ入れた状態で缶も入れれますね。まあ、本当はデイユースから、ピクニックとかいうところまで使えるサイズ感なのかなと思ってますし、まあ、この XL サイズもぴったりというところになっているので、まあ、キャンプで、ね、飲み物だけ入れていってもいいですし、あとは、さっき言ったピクニックとかで使っていただいてもいい。でカラーリングもねこのオリーブカラーとブラックカラー選ぶことができるようなものになってますので使い勝手のいいサイズだし、まあ、色もかっこいいし他の人と被らないうちでしかないのでモデルになってますんで、なんでこんなはずなってますね。ぜひ片手でハンダキャリーできる形になってます、はい。まあ、ちなみにこれねサイズ展開が3展開ありましてリッター数でいうと27リッター55リッターのモデルですね。あんまり使わない情報かもしれないですけど家で使わないとき、これこのクーラー3サイズ持ってればなんと何なんだっていうねまあただサイズの違うクーラーボックスいくつも持ってるとどうしても収納スペース家で使ってないとき困ったりすると思うんですけど、まあ、このシリーズ揃えていただければ、まあ、こういう使い方できますっていう。以上ジョルジーの豆知識でした流行る第1位なんですけど売れすぎて2カラーとも在庫がございません。コールマンのテイク6こちらです。赤と青のもうこれ僕が入社した時からずっと定番である、缶が6缶入りますっていうクーラーボックスなんですけど、まあ、今年も爆発的に売れてましてめちゃくちゃ積んであったんですけどもう今在庫がないという状況になっております。でこれは、缶が6缶入るプラス缶と缶の間に、表面がパック挟むこともできるサイズ感になってまして、まあ、缶入れるのもそうですしお弁当入れたりとかいうところで、まあ、お子さんに持たせるとかいうところのユースも結構多かったのかなと思ってます。どうしてもソフトクーラーだとバッグの中にぐしゃっと入れちゃうと中潰れちゃったりとかするんですけど、まあ、ハードタイプのちっちゃいタイプのちっちゃいクーラーボックスなので中身崩さずに持っていくこともできたりとか
というところで、まあ、需要が高かったのかなと思っております。じゃあ、クーラーボックスベスト10発表させていただいたんですけれども、まあ、結構ピクニックユース的なサイズのものが、まあ、売れてるのかなっていうところと、ソフトクーラーの中でもちょっとハード系のものだったりとかいうのの動きがいいかなと。あとはもう本当、やっぱりすごいなと思うのはスチールベルトクーラー2カラーもランクインしてくるんだっていうところで、まあ、すごいなと思いながら、まあ、やっぱクーラーボックスもね、ちょっと前だと骨格帯の高スペックのものがすごく人気だったりとかしたんですけれども、なんだかんだで定番なものっていうのが人気になってくるのかなと思いました。なのでぜひ店頭に来ていただければ、いろんなクーラーボックスご準備してお待ちしてますので、ぜひ店頭に来て一緒に選んでいただければなと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。